マックバックしなかったな。デルミーデルミーおかえりおかえり。でどうしようかな。あ、もう突っ込む突っ込むデルミーすごいね、今日は舞うね。うん、デルミーあぶな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 。はい、どうもこんばんは、ふなです。今回もね、コンパスやっていこうと思いますが、こんばんはと言ったけど、うん、朝6時でございますコンパスやっていきたいと思います。で、今回はね、エボリリ入れてきました。遠距離のサイレントなんですけれども、10秒のサイレントに対してクールタイムが18秒ということで、もう当てればね、めちゃめちゃサイレントできるよっていうカードでございます。で、これの何がね、いいかって、あの、ダウンできるんですよ。こう打った時にダメかなかったら、もちろんサイレント状態になるんですけど、それと同時に転ぶんですよね。そこを味方に拾ってもらおうかなっていうところでございます。ということでやっていきましょう。もうデルミ足早いね、さすが。これエボリリね、これサイレント、サイレント。とりあえずポータル触っていきましょう。よし、先にね取っちゃえば結構もうこっち優勢でございますよ。どうしようかな。ここにねエボリリ入れちゃいましょうか。さあ、どうするかなノックバックしなかったな。デルミーデルミーおかえりおかえり。ほら、もうクールタイマー残り5秒で、こんな早いものあるかってね。うわっつー、当たった。待て、ここのさ、ライジングストームずるいよね。もう当たる本当に。回のね、あの HS って結構たまるの早いからね。やっぱ強いよね。とりあえずソウには HS 貯めてもらいましょうか。あ、待って、前転張っちゃったな。 OK、 ナイスでございます。ナイスグラナト。でどうしようかな。あ、もう突っ込むデルミすごいね、今日は舞うね。よし、とりあえずダメか。とりあえず回にカード使わせないようにサイレント入れちゃいましょう。デルミ狙ってるかな。もう俺がリアクションしてるのちょっと分かってるなよしよし、ちょっと回復入れて、もう一回走り抜けちゃいましょうか。前転なんで6秒ぐらい経ったら切れるはず。そこにねエボリリ入れちゃいましょう。そうそう、でもね、デルミン側援護行かないと多分難しいと思うんで、確かにドン。オッケー。そっちもね、対処しておこう。お、いけるんじゃない。ダッシュで、もう一発。あ、ダメか。じゃあ、帰ってきたところをサイレント入れちゃいましょう。よし、サイレント入れたけど、味方がやられてた。ちょっとタイミングがちょっと遅かったですね。待って、こっち。この真ん中あたりに来るから。はい、あ、待って。ははは。スタンクらっちゃったよ。待って、ダメ、和太鼓ダメ。危なバウンドするんだけど、ちょっと待てサイレントもう一発入れます。どうしようかな。ガト捕まえてんな、これ吸えないな。ちょっと待って、ポータル、大丈夫。待って、ライジングストーン。危な。サイレントは刺さってるんですけど、ちょっと味方の援護できませんでしたね。いやー、難しい。はい、ではやっていきましょう。2戦目ということで、猫宮がいますね。火力結構怖いんで、なるべくね、ならサイレントぶつけていきたいところですよね。通常が痛いんで、サイレントぶつけても、まあ、ダウンがもう目的っていう感じにはなっちゃいますけども、それでもね、ちゃんと貢献できると思うんでやっていきましょう。で、そうですよね。3試合あったら2勝ぐらいしていきたいんで、そうだね。こっから2連勝狙っていきましょうか。よし、やっていきましょう。で、相手がテスラということで、そうだね。初手早くし取れるように立ち回っていきましょう。でも、サイレントでね、最低転ばせてもまあいいんだけど、まあ、その間ね、ポータル取れるかどうかっていうとこですよね。まあ、とりあえず、まあ、最短で C の方には向かっておきましょう。どうなるかな。あ、待って、足早くね。
待って、ガードも張ったじゃん、ガードも張ったじゃん、ずるいずるい。遠距離ドックでございますね。遠距離ドックどうしようかな。エボリリも入れちゃいましょうか。これで転んだところを取っちゃう、取っちゃう。お、あっちゃ取れんか、マジか。取れないか。オッケーオッケー、ナイスでございます。よし、ちょっと余裕があれば敵陣も狙っていきましょうか。結構ね、リリマルで火力高いんで、うん、妨害を入れていきたいところ。待て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 、みんなダメか、みんなダメか。あ、よし、マルコスがやられたんで、そうだね、リスポーンで帰ってくると思うんで、先にもポータル取っちゃいましょう。よし、オッケー、取れた。お、あの手すらやれるんじゃね。そい、オッケー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 。味方がやったのを拾うだけなんだけど、待ってよ、エボリで当たり当たらないっていう。オッケーです、味方ありがとうございました。味方がめっちゃ強い。はい、ではやっていきましょう。3戦目ということで、やっぱまだエボリリのね、その何ダウンのね、隙をついて味方に攻撃してもらうとか、そういう立ち回りができてないんで、今回それやっていけたらと思います。だからね、本当にエボリリ入れるタイミングが重要ですよね。まあ、って言っても結構ね、そう、クールタイムが早いんでガツガツ入れちゃっていいとは思うんですけれども、そうだね、なるべくたらタイミング見極めてやっていきましょう。で、向こうがレイヤーということで、そうだね、初手はね、そのなんだっけ、そう、ダウンを入れてポータルを取り返すなりやっていけたらと思います。とりあえずやっていきましょう。よし、ポータル取っちゃいましょう。貫通連ですね。で、ガードを張りましたね。これはもうちょっと様子見てもいいかな。お、味方すぐ来てくれましたね。これはエボリリ入れちゃいましょうか。マリアに向かって入れちゃいましょう。そい、よしよしよし、転んだ転んだまあ、敷いてマリアに入れる必要はなかったんだけどね。おっと、マジスク、マジスク入ってますね。味方がやられないように回復させてあげましょう。オーケーオーケーオーケー。で、もう一発入れちゃいましょう。よし、じゃあ転んだので敵2点側狙っていきましょうかね。あ、いや、3点側狙っていきましょう。ルチがね、降りたんで3点狙えますね、これは。あ、ただレイヤーが帰ってきてるんで、これは厳しいか厳しいか、厳しいな厳しいな。あスターン食らっちゃったよ。あって、ガードか。ジャック王なんですよ、10秒ガード。これはちょっとやられちゃった。そうだね、やっぱミクのその遠距離って、そのモーションが長いんで、その間にダメか張ってないとやられちゃうんですよね。まあ、周囲でもまあ同じような状況ではあるんですけれども、そうだね、難しいな。サイレントになってないか、なってないか。あ、もう吸っちゃうモーションでどんどんおびき寄せちゃいましょうか。あ、取れたあ、取れたじゃないよって話ね。待てダメ。待って、裏対処行きましょうか。あと、レイヤーがどう動くかってところですよね。おアダム対応してくれるっぽいんで、よかったよかった。じゃあもうエボリリ入れちゃいましょうか、こっからね。そいルッチがね、仮に押して貯めようもんなら、もうエボリリでひたすら妨害なかなかひどいことするよね。まあ、やっていきたいところですけれどもね、押してがたまらないんだよね。特に HS を吸うとかそういった様子はないんで、どういう感じなんでしょうかね。よしよし、サイレント入れ。ちょっとね、マリアが痛いな。ダメか張り直して、これちょっと走って逃げましょうか。 HS がもうちょっとたまるんで、貯めたいところなんですけど、ちょっとそのマリアがずっとポータル踏んでるんだよな。よし、スタンじゃない、サイレント入れようと思ったけど、ちょっと厳しかった。あって、痛い、危な、マリアが痛い。オッケーです、ありがとうございましたサイレント難しいね。結局3戦とも、もう味方負担っていう形になっちゃいましたけども、やっぱその、
やっぱ上手い人が使ったらサイレント確実にね刺さって味方のね拾ってもらうっていう形もできると思うんですけれども、うん、やっぱりそのやってて思ったところはやっぱりそのあのサイレントを打つ時のこの遠距離のモーションが長いんで、その遠距離のモーションをいかにこう敵に攻撃を受けずに打つか、もしくはダメかを張って回復も入れた状態で打って死なないように立ち回るかっていう、この打つタイミングと周りの状況っていうのがかなり大事かなっていう印象でございました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。これからもねミク使いたいよという方のために動画出しておくんで、ぜひぜひチャンネル登録あと高評価よろしくお願いいたします。でコメントもねお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。というわけで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。